自分一人になってしまいました。幼い息子の亡骸のそばで泣き崩れる男性。話を聞くと、今回の津波により両親と息子二人が犠牲になり、妻も行方不明でまだ発見されていないということでした。これは東日本大震災が発生してから2日が経った3月13日の荒浜の現場での出来事です。自分がここでは泣いてはいけない、心ではそう思っているのに自然と涙が溢れ、周囲を見渡すと男性の家族も隊員もみんな泣いていました。発災以来の多忙、目まぐるしく変化する状況、悲惨な光景、それにより私の神経は麻痺しており、自分の人間としての感情や素直な思いが再認識できた瞬間でもありました。そしてこの経験を通して家族のありがたみと大切さを痛感しました。地震や津波などの自然災害は人間の力では避けることは不可能です。しかしそれによる被害を軽減することは可能なはずです。多数の犠牲者を出した今回の震災を教訓に、私はこれから家族としての消防士としての人生を歩んでいきたいと思います。